もう一人やって。オッケー、うまい。うまいよ。スパイプレーン続いてる。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。現在ですね、Xbox の COD ブラックオプス1をやってます。ブラックオプスの原点ですね。現在、日本時間19時ですけど、なんと同時接続プレイヤーが23万人います。23万人 ?BO1 の同接やばいよとは聞いてたけど、まさか、日本のゴールデンタイムにこんないると思わなかったな。これ、お昼とか朝方、アメリカのゴールデンタイムの時間にやったら、多分もう30万人とか40万人いるんじゃないですか。で、クラス、あ、待って。これさ、あ、レベル31。なんか昔のアカウントちょっと残ってるわ。上がってるアカウント残ってた。で、L96 でしょ。僕が一番使ってた武器ですよ。うわ!デュアル、あ、デュアルもある。なんかデュアル装備してたわ。うわー、やばい。あ、ファーマスね。ファーマスめちゃくちゃ強かったのよ。スパイプレーン、カウンタースパイプレーン、ブラックバードにしてやる。まあいいでしょ。これでいこう。ドミネー、まあチー、とりあえずやっぱみんなチーデス行くよな。さあ、日本時間、マッチングはいかに。早っ早っわ、元祖ファイアリングレンジ。ちょっと待って、一旦ファーマスで行きますけど、今、シリーズ S で360の、BO1 やってます。互換機能だね。昔のソフトがプレイできるの本当ありがたい。ただ、問題点としては、なんか最新の Xbox で360のソフトやると、ちょっとコントローラーはラグいっていうね。Xbox One とか360でやると多分大丈夫だと思うけど。うわぁ。BO2 より BO1 の方が、同接多いんだけど、海外だと BO1 の方がやっぱ人気なんかな?元祖ブラックオプス。日本はなんか BO2 から始めた人は多いと思うけど。そうだ、これがめちゃくちゃ強いのよ、このファーマスが。はい、スパイプレーン。で、スパイプレーン呼ぶのね、めちゃくちゃ早いんですよね、これね。ここから来るか?コンカッション、コンカッション。当たるか?当たる!コンカかなり強いからな。ここ伏せてんのやって。これ多分上にいる!あー降りてきたか!はい、カウンタースパイプレーン呼びます。いや、前回ね、Xbox の MW2 やったけど、こっちの方が操作性いいな。おい、ヒット。なんかボイチャつけてるやつもおるわ。BO1 ってもう何年前のゲームだろう。僕はまあ中学生ぐらいだったから、もう10年以上前になるよね。BO1 は僕サーチばっかやってたな。サーチで L96 ばっか使ってた。武器バランスとかゲームバランスもかなり良かったと思う。てか普通にさ、3ピンなんだよな。前回の MW2 も、やっぱり、アメリカばっかだからさ、なんか2ピンとかそういう部屋ばっかかなと思ったけど、普通に問題なく動くレベル。うわぁ!面白いんだか。伏せとこ。まだいるぞ、そこ。やばい、グレーで死ぬ。あ、そっか、フラジャケが強い。そうだそうだ、BO1 は爆発物対策がちゃんとされて、すげえ硬くなったんだよ。それまでいわゆるモダン2のグレポンとかが、すごい猛威を振るってて、この作品からちゃんとこう、爆発物が弱体化されたんだよな。熱っ。あ、ってめっちゃブレる。フラグいけるか。3、2、1。はい。グレネード!上登った？ナイフいけるか？いや、普通に倒しちゃおう。いいね、いいね。いや、めっちゃ面白いんだけど、BO1。
いいぞ。チームデスマッチ20キルしてますよ。いや、伏せてんのか。倒せちゃう？前回やったモダン2と比べて、だいぶ、ちゃんと整ったなっていう感じがする。ゲームバランスとして。この時代の COD からね。リロードしてる。どこや、倒したのかな？倒してない。ファーマース強いね。まだ行くよ。あれ？これ、チームサーチに何点だっけな、上限。勝利条件。あ、75か。あ、25キル11です。素晴らしい。待って、普通に回線全然問題ないぞ。DO1 リリース当初はね、クイックスコープができなかったの。なんかこう、覗いてしばらくしないと、弾がまっすぐ飛ばないっていう、調整が入ってて、さすがに、あまりに弱すぎて修正されたんだけどね、それは。さあ、元祖ニュークタウンですよ、皆さん。なんかシンプルやね。まあ、こっからいろいろ、度重なるリメイクのおかげで魔改造されちゃうんだけど。さあ、元祖サミットですけど。OK。あ？危ねえ、よかったな。スパイプレーン？もう一人やって。OK、うまい。うまいよ。スパイプレーン続いてる。で、ダイブ！あー！隣いたのか。そう、今作から追加されたダイブね。この作品で初めてそのダッシュ以外の移動方法っていうのが追加されたはず、このダイブ。フラッシュ？せめて X？ まだいるね。OK？ スパイプレーン？うわぁ。おーし。待って、いる。いけるかな？パイプレーン、重ねて。これ、外周行ってない？外周だ。あれ？いない。今度。こっちか。こう、ホストチェンジ。懐かしの。あ、待って、これ、おぉ。これ懐かしい。あったあった。このホストチェンジの瞬間、対面してる状態ね。早い者勝ちだ。うわあ、絶対向こうの回線や、これ。うわあ、終わっちゃったか。あー、どんまい。この作品は伝説の名言、でも FPS やめれねえんだけどを生み出した作品ですからね。あれ、リアルタイムで当時見てましたけど、本当に。うん、まあ、当時は、まあ、ガチでネタにはならんかったから、いや別に、今もあんまネタにはならんのやけど、当時、グリントさんとかのね、サーチの動画ばっか見てたね。COD ってさ、なんか昔の方がシンプルでいいって言われることもあるんだけど、まあ確かにそう、いい面もある。でもやっぱ難しいのが、ゲームって。やっぱ、変わり映えしないと、それはそれで文句言われるし、で変わるとそれはそれで文句言われるんだよね。でも COD はこう20年っていうね、長い歴史が続いてるのは、良くも悪くもこういう風に常に変化して、作品が新しい層が入ってきてっていう、まあ、これがあったからだと思うんだよな。やっぱずっと同じままだったら、ね、COD4 のままとか BO2 のままだったら、多分ここまではさすがに続いてないと思うよね。はい、というわけで今回はブラックオプス1をやってきましたけども、いや、かなり面白かったっすね。てかマッチングが早い。ちょっとこれまたやりたいと思います。なんかサーチとかも一ワンチャンマッチングしそうだね。というわけで、Xbox 版持ってる方はぜひ起動してみてください。それではチャンネル登録、高評価ぜひね、モチベーションになるんでよろしくお願いします。バイバイ。